こんにちは。フライプログラム6期生の三浦あかりです。これから私の活動についてお話しさせていただきたいと思います。まず、活動のテーマと動機についてですが、私はこの空き家問題を通して日本を知るというテーマで1年間活動をしてきました。これをテーマにしたのは、自分が受験生の時にあまりにも日本を知らなすぎると感じたのがきっかけでした。私は東京で生まれて、ちょっとした旅行や親戚に会う時にしか東京を出たことがなかったので、実際に日本各地を自分の目で見て回りたいというふうに思いました。また、先生方の助言の中で、ただ漠然と日本を見て回るのでは、旅行でもできるので、より明確な視点を持って活動ができるようにとのご指摘をいただいて、空き家問題というのもテーマに加えていました。この空き家問題というのは、言葉の通り日本で空き家が増えているという問題なんですが、これから日本では3軒に1軒が空き家になっていくというほど深刻な問題になっています。私はこの問題について初めて知ったとき、自分の周りではどんどん新しいマンションが建っていって、また私自身の親もローンを組んで建築を建てていくような中で、一方で空き家がこんなにも増えているという自分の感覚と日本の現状というもののギャップに疑問を感じて、この日本各地での空き家問題の現状を知りたいというふうに思いました。次に活動全体の流れです。6月にフィリピンにて短期滞在をした後、自動車の免許を取得しました。そして、車を基本的な移動手段として、宮城県、北海道、新潟、和歌山、香川、長崎といった順番に日本各地を回っていました。この目的地は、東北では宮城、四国では香川というように、大体一つの地方で一つの県となるように選んでいました。本当にさまざまな場所を回っていたのですが、すべてについてお話しすることはできないので、今回は一つだけ紹介させていただきたいと思います。北海道夕張市での活動です。夕張というと、夕張メロンで皆さんご存知だと思いますが、実は夕張は市が財政破綻してしまったというのでも有名で、ご存知の方も多くいらっしゃるかと思います。実際に行ってみると、市の半分以上の方が高齢者で、空き家も2軒に1軒と言えるほど進んでいる状態でした。ただこの高齢化が進んで空き家が多いというのは、正直空き家問題を調べる上では珍しくない、よくあることなのですが、夕張市で特徴的だったのは、その空き家のほとんどが夕張市が所有する公営住宅のものだったという点です。基本的に空き家というのは持ち主の方が亡くなってしまったり、相続の中で所有者がもうわからないというので、問題になることが多いので、市が管理する公営住宅が空き家で問題になるというのは非常に珍しい例でした。そこで市役所や市内の博物館などを回ってさまざまなお話を聞いていくと、この背景には夕張が昔炭鉱の町だったという歴史があることが分かりました。現在空き家になっている公営住宅は、もともとは夕張が炭鉱で栄えていた頃、労働者の方が増えて建てられた集合住宅だったということです。ですが鉱山の閉山によって労働者の方が外に流出してしまい、残ってしまった集合住宅を市が買い取ったということです。このように空き家問題という一つの視点から、その町の歴史だったり、地理的な特徴だったり、様々なものが見えていくことが実感できた活動だったと思います。この夕張市での活動は、自分の1年間の活動の中でも、前半の方で行った場所だったので、
失敗も多かったんですけれども、初めて空き家問題を通してその町を知るということの楽しさが実感できた印象的な活動だったので、今回紹介させていただきました。今回は夕張しか詳しく紹介できませんでしたが、和歌山県を訪れた時には、東京大学で地域再生に関わっておられる先生の現地視察に同行させていただいて、実際に古民家をリノベーションしてゲストハウスとして利用していらっしゃるところに宿泊させていただいたり、また長崎県に伺った時には移住者向けの制度を利用してキャンピングカーで地方自治体を回るなどのさまざまな活動をしていました。訪れたどの町もさまざまな魅力があって、そこでしかできない経験ができたというふうに思っています。さて、ここまで私の活動について紹介してきましたが、そもそもなぜ私がフライプログラムに応募したのかについてお話しさせていただきます。私がフライプログラムを知ったのは高校3年生のオープンキャンパスの時でした。その時の私はこう将来のことを考えて、ただ漠然と強くなりたいとか、まあ、他の人とは違うものが欲しいというふうに思っていました。その時にオープンキャンパスでフライプログラムのチラシを見つけて、まあ、なんとなく行った説明会だったのですが、そこでは私はこのプログラムなら何か自分が欲しいものが得られるかもしれない、何か変わるかもしれないというふうに思ってフライプログラムに応募しました。しかし実際に活動を終えて振り返ってみると、自分が一番感じたのは自分の弱さというものだったと思います。フライプログラムでは本当に活動内容が学生自身に委ねられているので、それは自由であるというのもそうなんですが、同時にその日何をすべきかということを常に自分で選んでいかなければいけないということでした。そのような中で、まあ、自分のだらしなさが原因で毎日の計画が思うように進まなかったり、また活動の中で出会う人とのコミュニケーションがうまく取れなくて迷惑をかけてしまったり、本当に様々な失敗がありました。そして活動の中では一人の時間もたくさんあったので、その自分の弱さというものから目をそらすこともできなかったです。ですが、この1年間の活動を終えて、私は今文化一類の2年生としてこれから法学部への進学を予定していますが、自分の弱さを感じる瞬間というのはどんな生活をしていてもやっぱりあると思います。そしてそれはこれから社会に出て生活していく上でも全く同じです。そんな自分の弱さを感じるときに、またその弱さに失望して自分を否定していくのではなくて、それをまた受け入れていくということが、自分が人と関わる上で人の弱さをも受け入れていくということにつながると今は感じています。この動画を見ている方の中にはフライプログラムの応募を考えている方ももちろんいらっしゃると思います。大学生活の前に1年間時間を取るというのは、こう周りに遅れを取るような不安も時には感じるかもしれません。ですが、このプログラムでは学生生活の中では得られないような、そして人生において重要な何かを得ることができると私は感じています。なので、どうか悩んでいる方がいましたら一歩踏み出してみていただけたらなと、そういうふうに思います。ご清聴ありがとうございました。